こんにちは、のこです。今日はですね、この、動画ね、動画で解説をしていきたいと思います。これはね、先日メンバーさんからね、この動画をね、送っていただいて、これのね、足を返すタイミング、あとスイッチスタンスになった時に重心の位置どこなんですかっていうね、もっと詳しく解説してくださいということなので、ちょっとね、詳しく解説していきたいと思います。これ結構細かいところだよね。だからそこをピンポイントでちょっとお話するかな。また全体的な話はこれ動画ね、何回も使ってるのでもう話してると思います。だからまあそこじゃなくてピンポイント、足を返すスイッチスタンスになった時の重心の位置と足を返すタイミングね、その時の、重心の位置、だからまあ基本的には重心の位置どこにあるかっていうね、ちょっとお話をしていきたいと思います。じゃあまずね、動画を見てみましょう。ここでちょっと解説していきましょう。まあ、全体的な流れもやっとこうかな。まあ、とりあえず思いっきり下ってるということね。で、セールのパワーポイントをぐーっと下げて、まあ、後ろの方に持ってきますよね、今ね。うん。そしてそこからぐっと、まあ、これででもね、セールのパワーポイントでちょうど体のおへその正面ぐらい来てるよね。で、ここの膝ね、膝が足首45度で、しっかり膝が斜め45度前に入ってるってことが重要なんだよ、これね。うん、後ろの膝、前の膝、両方ね、同じ向きで入ってるよね。ここね、結構最近言ってるかな。で、こんだけね、膝の足首45度で膝が曲がってれば、腰が落ちるということなんですよ。ね、この前にほら、ブームの下にしっかり頭があって、頭の位置がね、マストの前に来て、前に来てるぐらいね、あのコンバージョンで前傾、内傾前傾っていう45度の角度ってね、ほら、これ綺麗な45度でしょ。ここなんですよ、勝負は。これができてるかできてないか。なんですね。これね、結局膝が入ろうが上半身が立ってたらこれあんまり意味がないんだよね。うん、そうしてぐっと前に来ることでノーズって絶対これで上がらないもんね。後ろ足で思いっきり踏み込んでも斜め45度前に出てるから、これは失速しないってことなの。まあこれはね、散々言ってます。で、これはないね、分面の内傾にぐーっと持っていく。で、この時ね、本来だったら手幅がもうちょっと広ければもっと内傾が強まったんだけどもねって。まあでもこれはね 5.3 でボードのね、一旦数が110リッターぐらいのボード乗ってるんで、フリーライド系のボードなんですよ。どっちかというとウェブじゃないんですよね。だからどっちかというとスピード重視の、ジャイブという形になってるね。だからまあそこまでね、こうグーッと内傾で入れるっていう感じじゃないね。まあだからスラロームにちょっと近いくないか、スラロームは違うな。うん。そう。で、ウェーブの中でもフリーライド系の出口がちょっとね、こうギュッと180度前になって、ちょっとクォーターに抜けるぐらいのイメージという感じのね、ボードの回し方をします。で、でもここで内傾しますね。ここのね、形がね、しっかり内傾45度。まだ行ってないけど、内傾しっかり取ってあるよねって話なんですよ。で、ここで整理回数でスライドして、ほら、このブーム手のマストでの位置見てもらったら分かるんだけど、マストの位置はここですね、今ね。で、ここからずっとスライドして、マストの近くだんだん持ってきてるの。うん、これも結構重要なことだよね。ここの位置でセール返すって結構これ大変なんですよ。セールがね、ギッターンバッコーンみたいな感じでいっちゃうんだよね。だからこれはスライドススーッと近く持って、このね、マストでの右手を目の前に投げるような感じでフットラ、まあ、昔はこれ五木ひろしのマイクパフォーマンスの法則って言ってたんだけどね、うん、今ね、昔は最初だったら教えてたんでね、ほら自分がね、ジャイブの方向を向いてる目の前に右手を持ってきてんじゃない。これはあの右の方でね、右耳の方で返しちゃうとダメなんだよ、これ。ブーメンが下がるんだよ。って話なんですね。だから目の前まで持ってきてる。これ、あとでまた細かく説明しようか。っていうぐらい。まあ今日はそこじゃない。でもここまで説明したら分かるよね。で、ここでこう来ました。で、これがスピードが乗っているので、ね、多少後ろの足に体重がかかってもまだねスピードがある分、そんなに沈まないんですよね。これスピード落ちたらギュンと上がっちゃう。で、ここのまだスピードのあるうちにこれ返してずっと見てください。この重心の位置ね、重心の位置がグーグーグーっと、ほらギュ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 っと、ほら前に行く、どん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 前に来るんですよ。ほら、わかります？ここの位置で整理を返して、整理を返した。でもこれでもね、どっちかっていうと重心の位置は後ろ足じゃなくて、ちょうど前足と後ろ足の中間ぐらいにある。で、ここからぐーっと前の方にぐーっと持ってくるんですよ。これ後半ね、ボードっていうのはね、スピード落ちてくるから、どうしてもね。そしたらぐーっとほら、後ろの膝の向き見てください。後ろの膝の向きはこっちですよ。で、そちらの方向にぐーっと持ってって、前足の膝の方に誘導していくって感じ。で、まだレールが入ってるのは実はこれね。うん。
そうだからこれがね、私が言うレールをいじ入れ続けるという話なんだね、ウェーブの場合だったらね。まあ、スラローム、まあ、スラロームジャブ、スラロームジャブ、ウェーブジャブ関係ないです。ジャイブというカテゴリーだったらそっちの方がいいという。あとは目線をね、あとこういう細かいところで目線もね、しっかりと。よくこれね、みんなセール見ちゃうんですよ。セール見るっていうことはどういうことが起きちゃうかっていうと、くってね、首が90度セールの方を向いちゃうとすると、胸も向いちゃうんだよね。わかります？胸も向いちゃうんだよね。だからちゃんと体はね、前に持っていった。だこれね、胸向くときっていうのは足を返すときなんだよね、実質ね。で、しっかりと右の肘が曲がって、セールを引くんです。ここで重要なセールの引き込みをね、結構重要ですね。これってね、風がないときにこの形で練習できるんですよ。右手のブーム手の引き込みの練習はできるんですね。だからこれは風がないときに私はいつも練習してた。スイッチスタンスをわざとして風の入れ出しね、微風だからほらやりやすいじゃん。しっかりと、右をキュッキュッキュッというふうにね。で、ここでね、だいぶ待ってきた。これで180度ぐらい待ってきた。で、ここで見てもらうのは後ろ足ストラップを抜こうとしてます。ほら。これなかなか抜けないんですよね、実中とね。もう一回ぐらいやるの。ほら。ね、あんまりこう後ろ足のストラップ抜こう抜こうって意識してると、そこに重心がね、移動しちゃうんだよ、そこ集中してると。だからそれは、後ろ足っていうのを見てると分かるけど、この辺からずっと来て、この辺からずっと来てるとさ、ほら、かかとが浮いてるじゃない。かかとが浮いてるってことは、重心は膝の方に重心がもう来てるんですよ。これかかとべこれべったりくっついたら、多分頭2個分ぐらいグッと後ろにね、テールの方に重心ってきちゃうんだ。かかとはだから浮かせるんだよね。結局ほら、スタートダッシュでもさ、よーいどんでやった時に後ろ足で蹴って前足に重心が移動したらさ、後ろのかかとって上がるじゃん。それで蹴り出すじゃない。あれかかとが上がんなかったらどうなるかっていうと、斜め45度前に出ないんでね、真上に行っちゃうんだっていう話。これそういう風にね、想像するとすごい簡単に出ると分かってくるんだね。ほら、ストラップ抜こう抜こう。で、ここのね、重心の位置だよね。ここの重心の位置、これはね、ちょっと静止画までね、ちょっと説明しましょう。ではね、この写真で静止画でね、この足をね、セールを返してスイッチスタンスになった時ね、ジャイブで後半セールを返しましたね。そして、スイッチスタンスになりましたっていうところの重心の位置ね、だいたいこの辺でみんなさ、だいたい後ろ足に荷重がかかってノーズが上がっちゃうんだよね。ほんで走んないんですよ。セールに風が入らない。このね、セールに風が入らない重心の位置というところをね、ちょっとポイントとしてお話をしていきましょう。静止画だとね、ちょっとね、分かりやすいので。で、これまず重心の位置なんですよ。重心の位置っていうのは明らかに後ろ足じゃないんですよ。これなぜかっていうと、これスタートダッシュの法則で、重心の位置ね、こうなってるんですよ。こうなんですよ。ってことはどういうことかというと、斜め45度前なんですよ。後ろ足のかかとを見てください。上がってるんですね。かかと上がってるってことは、スタートダッシュで用意ドンでやって後ろ足で蹴って前膝に重心が移動してるんですよ。前端にね、移動してるってことは斜め45度前に出てるわけだから、後ろ足のかかとって上がるんですよね。これ移動してなければかかとって上がらないですよ。後ろで蹴ってるわけだから。そうすると前に行くわけね。だからしっかりと重心の移動するとどういうことかっていうと、重心の位置ね、斜め45度だから、まあ極端に言うとね、斜め45度じゃないですよ。もうちょっと上かもしれない、本当は。でもこれ分かりやすいんで45度って言っときますね。頭の位置がありますね、後ろのかかこの重心があります。この位置なんですよ。真横から見るとこれだよね。真横から見るとこれ、これどうね、これです。まあ、セールがこうやってあって、こういう状態ですよ、ボードがあってね。こういうこと。斜め前45度なんですよ。で、重心の位置はここなんですね。だから、これってね、面白いね。重力ってさ、ここに重力って、まあ、ちょっと、もうちょっと言っとくと。重力ってこれ分散されるんですよ。ここに重力がありますね。後ろ足にこれ、ボード乗ってるから、ここにね。あとは、ポイント、腰の位置。こういうふうに重力ってさ、頭の位置に下にね、真下にね、地球のど真ん中に引く重力と腰の位置ね、こういう重力全部かかるの。だからこれね、これちょっと消しましょう。だから言っとくと、斜め45度に体が行くってことは分散されてるってことなんですよ。
全部の重力が足じゃないってことなんですよね、これね。だから簡単。だから、ですから、後ろ足で思いっきり蹴って蹴り込んでも斜め45度前だったら、ここに全てがこういうパワーがかかんないわけね、重力がね、 G がかかんない、 G 重力がね、ここにもこうしっかりした G があるわけ、腰の位置にもしっかりした G があるわけ、こうやってね、全部 G がかかるんですよ。だからそれがどこのパワーを使うかってと、分散されてるわけだからね、うん、だからそれ考えると結構ね分かりやすいと思う。これ斜め45度に重心があるってことは、どこにあるかじゃない、斜め45度なんですよ。それがね結構強い、ここにあって斜め45度、ここだね、斜め45度に重心がありますよってことですね。ソールのことによってこういう G があって、この腰の位置のこういう G があって、膝のとこの G があって、全部あるんですよ。ここにこういう膝もあるし、おへそにもあるし、胸にもあるしっていうことなんですね。これがね重心の位置なんですよ。で結局ね、どういうことか言いたいかっていうと、後ろ足蹴っ飛ばしました、最初蹴っ飛ばしてグッと前に出るから、そこにほぼのパワーがかかるんですよ。ほぼかかる、ね、その代わりそれが斜め45度前に出るっていうパワーだったら、ノーズって上がんないわけよ。だって体がスピードの先行こうって前に行くわけだから、ノーズって絶対上がんないね。これが一般の人ってさ、大体さこうなっちゃうんだよね、赤で書いた重心でさこうなっちゃうんですよ。これ下に蹴っ飛ばしちゃうんですよ、こう下に、真下に。なぜかというと、頭の中のイメージでは前ね、そういうイメージじゃないですよ、下に蹴っ飛ばしてるイメージじゃないですよ、前に斜め、自分も斜め45度じゃない、斜め前に行こうとして蹴っ飛ばしてるんですよ。ただスピードに負けちゃってる、ウィンドの場合はね30キロ40キロスピードが出てるわけだから、そこでね蹴った場合には、蹴った時にはもうボードが先行っちゃうから、結局ねこのね赤玉くんのとこにね重心が結構立っちゃう、ボードが先行っちゃうってことですよ、早話が。そういうことなんですよ。それによってそういうことが起きてしまうってことなんでね、まあ、だからこれは気をつけてくださいということ。だから重心の位置はどこにありますかって言われたら、私が言うのは全部にありますよ、重要なのは斜め45度ですよってこと。そして後ろ足で蹴っ飛ばした重、ね、パワーを前足に移行させるってことです、移動させる、これが重要で、前足の視点なんです。そして前足に乗ったら前足視点、これができればめちゃくちゃ簡単で、この後ね動画でちゃんとね、この後の流れもね、解説するんだけども、前足にしっかりとねこう来て、前足に視点がしっかりとあった場合、これね前足ね、前足に視点があった場合は、前足を視点としてくるって回るわけね。だからあのコンパスと一緒、前足にちゃんとね、パンとこう視点があれば、そこを中心にくるって回るから、足を返すのはめちゃくちゃ楽なんですよ。なぜみんなストラップから足が抜けなくて、後ろ足がこう返せないか、前に行かないか、前行く前にボードがラフしてノーズが上がって失速しちゃうかというね、これですもんね、みんな原因はね。これは先ほど言ったように、重心移動で前足に視点が乗るような重心移動ができないからで、スピードに負けちゃって後傾しちゃうからってね。だから今それは解説しました。そして今度は前足にクッて移動したら、今度はスピンのようにね、コンパスのようにね、針が刺さったね、コンパスの中心、そこを中心でクッって回るから、後ろ足簡単に抜けちゃう。これ後ろ足のかかとがね、この写真で上がってますよね、完璧に上がってますよね、後ろの足のかかとがね。これってのはもう後ろ足にはもうほぼ重心が乗ってないってことなんですよ。ほぼじゃなくて全然乗ってない、前足にしてんね。だからもうこれ片足で乗ってるのと一緒なんですよ。だからイメージ的には片足で乗る、前足一本だけで乗ってるイメージを練習してください。そうすると体をもう反転させるだけだから、めちゃくちゃ簡単。うん。だから普段からのイメージでぐーっと後ろ足で蹴っ飛ばして前足に重心乗ったら、前足一本で乗るっていう雰囲気の練習をするということ、これが重要ね。であとはそのために必要な、今度はねウィンドサーフィンの場合はセールで走んなくちゃならない。せっかく進行符がまだあるから、その進行符をいかに入れなくちゃならないかっていうと、重要なのはここになるわけ。ほら、後ろのブーム手の肘ですよ。この台で右手の肘をしっかり曲げて、これで引き込んでるということ。脇を締めてね、脇を締めてしっかりとセールを引き込むね、ということ。そうすることによってスピードがあればさ、これ進行風なんでそんなに難しくなく引き込めるからね、うん、これスピードがなくて止まっちゃうと芯の風がちょっとめちゃくちゃ大変になるから、スピードのあるうちにしっかりと引き込んでれば止まらないから、そこが重要です。
これがね、細かい。ちょっと今回長くなっちゃったね、そういう説明ですね。以上でした。じゃあね、続いてしっかりと動画を見ていきましょう。っていうことですね。そしてこれずっと来て、足を返します。お、抜けるかな？この辺からゆっくり見ましょう。あ、ちょっとね、後ろ足抜こうと思って、ちょっと後ろ足に重心かかるんで、これ前のね、前に前にって頭の位置が行ってますよね。それが重要ね。これブームエンドわざとそんなブーム平行よりどっちかというと、どっちかっていうと少し前の方に持っていくっていうね、ちょっと走らせるための、方法を使ってるよね。ちょっと気持ちブームエンド上がってるんですよね、これね。うん。走らせるっていう方がね、優先だよね。だからこれまだビームまで行ってないのかな、だからね。で、これぐーっとブームエンドね、右手の肘見てね、肘がしっかりと脇が締まって引き込んでるでしょ。これ重要なことなんですよ。これ結局ね、ウィンドサーフィンは風出してるから、この引き込みが重心なんでね。うん。そう、上半身だけ。上半身の、まあ、この場合だったら、右手の肘で引き込んでるってことね。本来体をもっと使っちゃえばいいんだよ、グッて。右の肩を引いちゃえばいいんだよ、風上に。風上の方。風上の、右の肩を風上の方にグーッと引いちゃえば、自然とこれ、引き込みは強くなるから。ね、そういうテクニック。で、これストラップ。で、これやっとね、やっとスラップがちょっとね、抜け始めたんだよね、後ろはね。だからここで足を返します。で、この時に重要なのが、後ろ足も、まあ、完璧にかかとが上がってるってことは、前足支点になって、完璧に。前足に重心が全部かかってます。で、前足を支点として、スピンのようにくるってまうんだよね。ここからやりますよ。ここで結構みんなね、後ろ足にかかっちゃうんですよ。だから逆に言うと、後ろ足絶対抜けないんだよね。後ろ足に重心がかかってると、絶対後ろ足抜けない。うん、抜こうとするとどん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 ノーズが上がって最後はラフしちゃうっていうことになる。だから完璧にこの場合はこの辺からずっと後ろ足のかかとが上がっていることは前足に荷重がかかってます。だから前足のね、膝の方、膝ぐらいまでに頭がしっかりと乗るように頭の移動なんですよ。うん、頭の位置、前の膝の膝、前の膝ねの上に頭の位置が乗っかるように、そうするとこれ前傾じゃない、斜め45度のね、斜め45までいかないけど、後ろ足、後ろのストラップにかかった足から頭の位置でずっと必ず斜めになってね、まあ極端に言うと45度ぐらいまでの線になるって感じ。そうすると頭の位置って前の膝にの上に乗るんですよ。ね。そしてここで前足にしっかりと重心が乗ってるから、後ろ足がいくらこうやって動かしてもノーズって上がらないんだね。だし前足してんだから。で、前足を支点としてくるって体が回るんだよ。これ簡単です。前足に支点があれば。これみんなね、前足に支点がないからこれができないんだよ。ほら。これ前足に支点があるでしょ。ほら。前足に支点があるから、ほら。前足一本で乗ってる。んで、ほら。重心の位置、頭の位置は前膝の膝よりちょっと前ぐらいまで持ってってるよね。斜め45度だよね。で、ここで足を返すだけ。うん。そうするとずっと最後までノーズが上がらないということになるわけ。で、ここからしっかりと今度はギューッと引き込んで、ちょっともうちょっとね、アビームまで行くっていうね、話になってくるわけね。で、あとはほら、しっかりと普通のセーリングフォームということ。で、ここでハーネスをかけたかなと。これが説明です。だから基本的に言うと、何かというと頭のね、結局ね、前の膝、前足支点。この場合だったら前足の支点に重心がしっかりと、前足に重心一回かけようと思ったら、これはかかんないから。前足のストラップに。意識だけでは絶対かかんない。これなぜ、何かっていうと、頭の位置を前の膝より、ちょっと前に持っていくぐらいのイメージ。前の膝ですよ。イメージですよ。そう、体ってずっと前行くから。このポイント、重心のポイントはここ。いいですか？そうすると前足してんならば、後ろ足なんて簡単に抜けちゃうからね。あ、後ろ足抜いて、くるっと、簡単にそれくるっと変えるから、ほら。視点を中心としてくるっと回るだけだから、コンパスみたいな感じでくるっと回るわけだから、それは簡単にできます、うん、後ろ足に重心が残ってるからみんな前足後ろ足抜けない、ただそれだけの話です。で、あとはもう一つウィンドサーフィンなんで重要なことはブーム手、この場合では右手の引き込みが重要です。これずっと見てもらうと分かるけど、右の肘はずっと曲がりっぱなしです。これはなぜかというと風を入れてるから、引き込んでるからってこと。いいですか、ということ。この2つかな ?2点。これだけ気をつけてもらえば OK ですね。あとはどうしてもね、後半失速してスピード越しちゃうと、進行譜も何も取れなくなって、セールのパワーがスピードに変換がね、大きくなっちゃうから止まってくると。セールのパワーが増しちゃうんですよ。そうすると、このね、右の肘だけでね、耐えられなくなっちゃうんですよ。そういう時は体を使わなくなっちゃうんだ。
でこれは普段からの練習で体のねじれね、下半身と上半身の ねじれが重要なんで、これは普段から練習しないと。これなかなかね、これは、体が柔らかくないと結構できない。うん。そう。だからこれは普段から練習する必要があるんだよね。で私、全盛期はこの形でね、ハーネスをかけて普通に乗ってました。このストラップですよ。前足ストラップ入ってて、後ろ足ストラップ入ってて、この状態ね、スイッチスタンスの状態でハーネスかけて乗る練習をよくして、それができるようになってましたね。今ちょっとわからない、最近やってないから、多分できないかもしれない、体のねじれ的に、うん、でもねそういう練習をすればまたねできると思います、うん、これ普段からのストレッチとかやってればねそれほど難しくない、うん、そこまでいっちゃうと OK だよね、うん、だからそれはねこれねできるかできないか練習なんですよ、数をこなすストレッチと一緒、最初はできないけどさ、また開いたらまた足痛くて開かないじゃん、半年ずっとやり続けてくださいよ、ピターッと足開くようになるから、これと一緒、これは練習するかしないかなんだね、体が硬いか硬くないかとかさ、センスがあるかセンスがないじゃない、ないんですよ。みんなそれをね、みんな言い訳にしてんだよ、実言うとね。体が硬いからセンスがどうのこうのって、絶対これみんな言い訳するの。でも考えてみて、ストレッチ。今やりました、足開きました。足開かないじゃないですか。半年後、毎日10分、20分、30分、毎日やってるから、毎日ですよ。半年後どうなってるか。足開いてますからね。だからこれはだから足が硬い、体が硬いとかさ、センスがないとかっていう問題じゃない。やるかやらないか、やってるかやってないか、すべて人生はそれなんですよ。やるかやらないかなんですよ。大体の人は今までのね生きてきた経験の中でできるできないって判断したんですよ。だから、あ、体が硬いからできないよ、運動神経はね昔からないって言われたからできないよってみんな言っちゃうんだけど、そうじゃないやるかやらないか、これ半年後ね、毎日足開いて練習してください、半年がビターッと足がくっつくようになってるから、うん、という単純な話です。だから結構ね単純なんですよ、数をこなしてやれば絶対にうまくなるの、それをやるかやらないか、うん、やれば絶対できる、やらなきゃ絶対できない、ただ単純にこの2択しかないんだよね。以上でした。